2023年11月13日、民間の非営利団体アメリカ海軍研究所 USNI は、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニングアイアイ戦闘機を運用に必要な一連の試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定と発表しました。今回は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験について見ていきます。加賀は、改造後、初めての長期航海に出ます。そのまま、F-35B を加速艦載しての寄港ということは、さすがにないでしょうね。中国への抑止効果として数機乗せてきたら、なんて声もあるようですが。USNI が言うところの日本最大級の軍艦というのは、世界に誇る海自の出雲、加賀護衛艦のことです。海上自衛艦と航空自衛艦で構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているそうです。USNI の分析では、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同海域で、空母化改修後の出雲・加賀護衛艦が、F-35B 運用に関する各種試験を実施するのではということです。日本政府と防衛省は、2013年以降、海自が保有の出雲・加賀護衛艦2隻への空母化を着々と進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していました。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しているとか、それらを運用する飛行隊を、航空自衛隊に新たに作り、宮崎県新富町の新田丸基地に配備すると公表しています。九州に配備するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れてのことと考えられます。イギリス海軍の空母のプリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での各種テストで、無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、同様のテストを出雲・加賀護衛艦でも実施する可能性も推測されます。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズは、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。この船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドなど4つの地域で、BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立ては、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うそうです。ここでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズの改修工事も行われました。プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22のために、イギリスのポーツマスを、2022年8月27日に出航しましたが、出航直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されました。この発見によって、演習航海は中止となりました。その結果、皇太子プリンス・オブ・ウェールズに代わって、女王クイーン・エリザベスが9月8日に出航することになったのです。もちろん、ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期することになりました。この損傷について、英国放送協会 BBC は、アメリカへの演習に出発した直後に故障、足を引きずりながら岸に戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんね。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理を受けましたが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが飛んだこともあり、国防大臣が、これは一時的な応急処置であると釈明する事態になってしまいました。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にドックを出て、7月28日には、CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日、映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿、飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、
軽空母への改修が完了した海事護衛艦加賀は、2023年11月17日に呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか。派遣艦は、空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではと噂されているようですが、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B を使用して、空母としての機能をチェックする目的ではないかとも見られています。出雲旧の空母化ですが、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを、参考に課題の棚卸し後、2万6000トンサイズにあった空母化改装をすると思われることから、空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないと考えられるのです。艦艇排水量のうち、満載排水量とは、船そのものの重量だけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を含めた総合重量になります。強襲揚陸艦の場合、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれることになります。上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住区が必要ですし、装備には戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要ですよね。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではないのは言うまでもありません。また、加賀の空母化改装が終わっても、艦載機である F-35B の購入も、空自パイロットや整備員の養成もこれから始まるのだと言っても誇張ではありません。こういった過程が終わっても、搭載可能な F-35B はわずか10機ですから、戦力では中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは比べ物になりません。最有力と思われる使用方法は、イギリス国海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。さて、もう少しプリンス・オブ・ウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日にスコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中、空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において、7月29日、飛行甲板が使用再開されましたという投稿が、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともにアップされました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関しての投稿が再びありました。前でのトップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。いずれにしても、プリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は、万が一台湾有事が起きた際には大活躍すると期待する声も多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇なので、基本イギリス領海にいるのでは?と思うんです。となると、台湾有事になった場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、かなり時間がかかるのではないかなぁと心配になってしまうのは筆者の素人考えでしょうか?防衛予算の大幅な増額へ2023年度分から着手した日本、その中心に置かれているのは、長射程を誇るスタンドオフミサイル今回は、そんな丸三式中距離地対空誘導弾を詳しく見ていきます。丸三式中距離地対空誘導弾をベースとしたシリーズは、艦艇搭載型の新艦対空誘導弾、エーザムも注目されていますが、
なんだか雲行きが怪しくなってきているとの情報も入っています。国産化が日本ならできそうですけどね。昨今の日本は、昨年度の2023年度分から、防衛予算案の大幅な増額施策が打ち出され、政権を運営する現在の岸田内閣は、2024年に入って久し、支持率の低下は指摘されつつも、大枠の防衛政策については、国民の支持を失ってはいないと感じられる。岸田内閣が打ち出した防衛予算案の増額は、2023年度分から2027年度分までの5年間の累計で、総額およそ43兆円規模となることが試算されており、冷戦時期より不分立とされた領域の拡大に踏み込んだと言えるだろう。切れは、日本の防衛予算は、対 GDP 比で 1% 以内に収めるとする不分立、当時の歴代の政権が示してきた指針ではあったが、今の日本を取り巻く安全保障環境の下では、その堅持を期待することは甚だ困難と、一部の関係者からは目されてきた。かつての東西の冷戦時代に、日本の最大の仮想敵国は言うまでも無垢旧ソ連であったが、今のその地位は中国になっており、その軍備の内容や数は前者を上回っていることは明白であり、日本も対応を余儀なくされたと言えよう。中国の軍事力の脅威は、1980年代には旧ソ連とアメリカ、1991年の旧ソ連の崩壊後には、現ロシアとアメリカとの間で交わされた複数のスタート戦略兵器削減条約という軍縮条約に縛られなかったことで大きく増加した。そのタイミングで、旧ソ連、現ロシアとアメリカとが中距離打撃兵器の開発を制限する中、これに縛られなかった中国は、準中距離弾道ミサイルで、かつ対艦弾道ミサイルであるディフェンダー-21 等のミサイルの配備を1991年から進め、同ミサイルはすっぽりと日本全土を射程距離内に収めている。その後も中長距離打撃兵器である複数のミサイルの配備を加速させる中国に対して、日本はここに来てようやく敵の防空兵器の射程距離外から攻撃が可能なミサイルをスタンドオフミサイルと位置づけ対応を進めている。政治的には長距離打撃兵器であるミサイル類は、かつて敵基地攻撃能力と称されてきたものを反撃能力と言い換えるなどの方策で、自衛隊への配備を容認する形として進めており、反対勢力への理論武装も並行している状況だ。そうしたスタンドオフミサイルの代表例としては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達する計画や、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型の開発などが、大きく、マスメディアの報道でも取り上げられるなどしている。そんな状況下で、これらトマホーク巡航ミサイルや1人式地対艦誘導弾の能力向上型などは、対地及び水艦攻撃を想定した兵装であるが、長距離防空を担う兵装として、段階的な開発が進められているのが、03式中距離地対空誘導弾のシリーズとなっている。03式中距離地対空誘導弾は、2003年度に、陸上自衛隊の装備品として正式化された中距離での防空任務を担う地対空ミサイルシステムで、胴体内での通称は中 SAM と呼称されている、すべてが国産の兵器である。この03式中距離地対空誘導弾は、三菱電機社がシステム構成の取りまとめを担い、ミサイル本体は三菱重工業社、レーダー類は東芝社が製造を行っており、陸上自衛隊の編成の1個軍用のコストは一式でおよそ470億円とされている。これは同様の用途の兵器である、元がアメリカ製のペトリオット PAC-2 と比較した場合、およそ 45% ほどの費用の低減が実現された形であり、間違いなくコスト面では、国産化の効果が反映されたものと言えるだろう。03式中距離地対空誘導弾は、ミサイル本体を6発で1組としたキャニスターに収容し、これを搭載する装輪式の車両の荷台から垂直に発射する形式が採用されており、運用に必要なスペースの確保も、従来品より自由度を増加させている。
気になる03式中距離地対空誘導弾の有効射程距離だが、陸上自衛隊として、公には数値は未公表ではあるが、2014年に千葉県の下志津駐屯地にて開催された催しでの説明や、アメリカで実施されたテストの結果からは、少なくとも 60km を超えると推察されている。2017年度の防衛予算からは、発展型である03式中距離地対空誘導弾改善型の調達が開始され、こちらは敵の低空を飛翔する巡航ミサイルや、高速度の空対地ミサイルの迎撃能力を加え、友軍とのデータリンク能力も向上されたと召されている。この03式中距離地対空誘導弾改善型は、2015年にアメリカ本土のホワイトサンズミサイル実験場において、ミーテストが行われ、巡航ミサイルに見立てた標的10発すべての迎撃に成功し、その中には、低空を超音速で飛翔するものも含まれていたという。そのため、アメリカ側も、03式中距離地対空誘導弾改善型の迎撃能力は非常に高いと評価したとも伝えられており、この情報を聞き事実と考える限りにおいては、かなり優秀な地対空ミサイルシステムだと感じられる。現状では、03式中距離地対空誘導弾をベースとしたシリーズの発展型は、2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾、2026年に、開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上早期研究開発分32028年に開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上新規研究開発分42031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型がある。この中で2026年に開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上早期研究開発分と32028年に開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上新規研究開発分は従来の地対空ミサイルシステムの性能を向上させた発展型である。これらは主として、今の日本の最大の仮想敵国となった中国に対抗するべく、主として、中国軍が配備を進める新型短距離弾道ミサイル SRBM 及び、極超音速滑空体 HGV を迎撃することを目的として定め、段階的に、これらへの対処を図るものだろう。費用の上で、派は、これらには、2023年度分の防衛予算の中ではおよそ758億円が計上されており、これは元々の事前の事業評価の段階ではおよそ598億円が見込まれていたこともあり、かなり大きな投資を行おうとしていることが感じられる。ついで、残りの1の2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾と4の2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型についてであるが、こちらは、ベースである、03式中距離地対空誘導弾を、海上自衛隊の艦艇に搭載する形式に応用するものとなる。これら一連の新艦対空誘導弾は、通称として、ASAM の名で呼称されているが、既存の海上自衛隊の護衛艦に搭載することで、敵の航空機や追艦ミサイルを迎撃するための長射程の兵装として運用することを念頭に開発が行われている。新艦対空誘導弾は対象となる護衛艦の VLS 垂直発射艦から運用されると想定されており、ミサイル本体はベースである03式中距離地対空誘導弾改めからレドームに変更が加えられ、誘導に必要なデータリンクとブースターが追加されている模様だ。こうした新艦対空誘導弾の実用化について、元自衛隊で左官を務め、今は、数々の自衛隊への評論をマスメディアに発表している人物が、もともと地対空ミサイルシステムであったものを、艦艇搭載用に変更を加えたことについて、疑義を呈する意見を述べている。その結論は、もともと地対空ミサイルシステムとして開発された、03式中距離地対空誘導弾、改めがベースである以上、新艦対空誘導弾は、艦艇を目指して低空で飛翔する敵のミサイルの迎撃には不安が残るというもののようだ。個人的には、私自身は元自衛官でも何でもないので、
この人物の指摘が確実に誤っていると指摘することもできないが、正直、いくら日本や自衛隊が準備不足の側面が否めない点もないとは言えないとはいえ、そんな不安なものに多額の予算を投資するとは思いたくない。海上自衛隊には、対潜水艦船に B3C を導入し運用していますが、導入当初の海上自衛隊内の演習では、B3C ショックと呼称されるほどの高性能を見せつけた名機なんです。今回は、そんな海上自衛隊の B3C 哨戒機での対潜水艦船に注目し、詳しく見ていきますね。B3C ショックと呼称されたのは、58海縁の時でした。最新鋭の P1 哨戒機への世代交代が進んでいます。退役後、フィリピンやマレーシアに供与されるかもしれません。地理的に、国の周囲を、広い領海と排他的経済水域に囲まれた環境下にある我が国、日本では、それらの海の確実な監視の実施を、安全保障上の大きなポイントとしており、その中核を担うものとして哨戒機を運用している。航空自衛隊が保有、運用する哨戒機は、昨年2023年度末の時点で、一つ、前の P3C が35機、最新の P1 が34機と機体数は拮抗しているが、今後は、後者の配備が進むのと並行して、前者は、退役が加速する状態ではある。しかし、最新型で、かつ国産機でもある P1 哨戒機も、最大で70機の調達が現時点では計画されてはいるものの、すでに一部で導入が開始されたシーガーディアン等の無人航空機等によって計画数は下方修正される可能性も指摘されている。そうした状況下にある日本の航空自衛隊の哨戒機ではあるが、今回は日本での初導入の1983年から、すでに今年2024年で43年目に突入しながら羊田第一線で防衛を担う P3C について振り返ってみたい。P3C は現在のアメリカの航空、軍需企業として F-35 ライトニング2などを手掛けるロッキード・マーチン社が未だロッキード社であった1950年代後半にアメリカ海軍の要請に応じて開発したことに端を発する。ここでロッキード社は自社が製造を行っていた旅客機である L-188 エレクトラをベースにアメリカ海軍の要求に応える追戦哨戒機として最初に P3A を開発、1962年に正式採用を勝ち取るに至った。その3年後の1965年には P3A の機関部をさらに強化した P3B がアメリカ海軍に実戦配備されたが、旧ソ連を盟主とする東側陣営とアメリカを盟主とする西側陣営が激しく軍備を競い合ったこの時代、さらなる改良型の開発が続けられた。こうして開発が行われた機体は P3C と名付けられて、1968年に初飛行を成功させた後、翌年の1969年にはすぐに実戦配備が開始され、最終的には日本を含む20カ国以上が採用を行う西側製の哨戒機として最も成功した機体となった。P3C では、その当時、これらの機体が対潜哨戒機と呼称されていたことからも明らかなように、敵の潜水艦を早期に探知、発見することを、主眼に、大きく、その能力を向上させており、その後も、アップデートを続けていった。具体的に、P3C は、機体から海面に投下する、その部位の能力強化、機体に搭載する各種のレーダーやセンサー、
そこで収集された情報の処理能力の強化、それに加え地上に設置された優遇設備とのデータ連携が可能となった。これにより、B3C は単体単機では当然成し得ない敵潜水艦の探知、発見を実行することが可能となり、自らが搭載可能な追戦兵装の運用能力もより精度を増すことを実現。多くの西側諸国の中で対潜哨戒戦力の中核の地位を築いた。 B3C は乗員が11名、全長が 35.6メートル、全高が 10.3メートル、翼幅が 30.4メートルの機体を持ち、基本離陸重量が 56,000kg、最大離陸重量が 63,390kg で、4機のターボプロップエンジンで、巡航速度が 607.5km で、航続距離が 6751km に達する。前述したように、B3 シリーズは、旅客機の L188 エレクトラをベースとしていたため、機体内の居住性に優れ、搭乗員の負荷を減らせた上、日進月歩で進化する追戦哨戒用の設備を、追加可能な拡張性にも対応ができた。ただし、旅客機の L188 エレクトラがベースとなったとはいえ、B3 シリーズでは、対潜哨戒機として運用するために、胴体や主翼などの箇所が再設計を経て製造されており、軍用機としての用途への対応が図られている。具体的には、胴体については、機体の後端部分に、対潜哨戒用の MAD 磁気探知装置を運用するための変更が行われたほか、先端の機種もオリジナルよりも少し短く修正されており、任務への最適化が行われたことが見て取れる。主翼の設計変更も、対潜哨戒機としての兵装を搭載すべく実施されたもので、翼端部に3つ、胴体部に2つのハードポイントが設置され、前者にミサイル類、後者に電子専用の各種機器を取り付ける仕様となっている。こうしたハードポイント以外にも、B3 シリーズには、前方部分の胴体下部にウェポンウェイが設けられており、航空機用魚雷、航空機用爆雷、航空機用機雷も実装することが可能で、哨戒任務に止まらず攻撃も担い得る。B3 シリーズはこれまで見てきたように、アメリカ海軍の要望に応じる形で対潜哨戒機として開発された機体ではあるが、搭載する設備の高度化によって、多様な任務への従事が可能となったことから、海上自衛隊では、呼称を哨戒機へと変更している。海上自衛隊においては、B3C を、1983年3月末に、神奈川県の厚木航空基地を拠点とする第4航空群に、まず6機を導入。その例下に第6航空隊が編成され、対潜哨戒機として部隊運用を開始することとなった。ただし、この海上自衛隊への P3C の導入が、当初より円滑に行われたのかといえば、実際にはそうとも言い切れず、アメリカ側としては、自国の最新鋭の対潜哨戒機である、同機を安易に日本に供与することを躊躇した形だった。しかし、旧ソ連の戦略型潜水艦による核攻撃の脅威の深刻化を受けて、1972年以降にアメリカ側は態度を変え、日本への P3C の供与を承認する方向へと政策を転換、激化する冷戦構造が後押しをしたと言えるだろう。そうして紆余曲折を経ながらも、1983年3月末に前述したように、海上自衛隊での運用が開始された P3C だったが、同年に行われた同体の58海演において、かつてアメリカが日本への同機の供与を躊躇した理由が証明された。この時の58海演において投入された配備から間もない P3C は、当時の海上自衛隊が運用していた潜水艦のことごとくを探知、発見し、撃破の判定を下す結果を実現、まざまざとその実力を見せつけ、それは、B3C ショックと形容され、今に伝えられている。58海演における B3C ショックを機に、海上自衛隊では、以後の潜水艦に対し、従来以上の生殖性が必要となることを痛感し、1987年から建造を開始した春市、小型以降、その教訓を取り入れた新型潜水艦の調達を推進した。さて、
そんな大きな衝撃を海上自衛隊に与えた P-3C だが、同隊では3機の完成品をアメリカから調達。以後は川崎重工業者によるライセンス生産を行い、それによって98機が製造され、随時の配備が行われた。現在の海上自衛隊では、川崎重工業者製の国産の P-1 哨戒機を2013年3月末から運用を開始しており、残された P-3C も徐々に退役を行っていく予定となっているが、それらの機体を海外に供与する案も浮上している。ただし、2024年現在、この海上自衛隊を退役する P-3C の海外への供与は実現はしておらず、かなり有望な候補と考えられていた中にフィリピンがあったが、運用も容易でメンテナンスコストも低い現ホーカービーチクラフト社の TC90 がその座を射止めた。また、マレーシアも P-3C の海外供与先として検討が行われていると伝えられているが、こちらも確定はしていないもののフィリピン同様に、南シナ海における中国軍の脅威の増大を受け、可能性を残している状態だ。海上自衛隊における P-3C は、最盛期には100機近くを運用していた計算となるが、同時期の本国のアメリカでもおよそ200機ほどの運用数だったことを鑑みれば、いかに日本がこの分野に注力していたのかが忍ばれる。今の日本の最大の仮想敵国は、かつての旧ソ連、現ロシアから中国へと移り変わってはいるが、P-3C 等の哨戒機の任務の重要性は変わることなく、むしろ、その比重を上げていると個人的には思えている。